皆さんこんにちは。理事になりました。今日の会を始めさせていただきたいと思います。広島大学のキム・ジョンソンと申します。よろしくお願いいたします。広島大学の川口です。まさに今日のテーマが授業研究ということで、授業研究を軸にした教師教育になっています。今日はですね、現職の先生の授業研究にフォーカスしてですね、学校の中学校の外でどういう授業研究がされているのか、そしてそれを教師教育の視点から見るとどのような新しいことが見えてくるのかを皆さんと一緒に考えたいと思います。日本の授業研究というのが英語に訳されてですね、レッスンスタディとして訳されて世界的に注目を集めているところです。しかし、いろんな、学者がすでに指摘しているように、授業研究とレッスンスタディは全く同じではないんですよね。日本の授業研究の一部のものが世界にレッスンスタディとして知られていて、それに対する注目が集まっている状況。そして、世界に広がっているレッスンスタディが独自の発展をまた成し遂げていて、日本も学べることが出てきているわけなんですよね。で、そういう中で下にある枠なんですけれども、日本の授業研究と海外のレッスンスタディは互いに何が学べるかということを私たちは考えてきました。特に日本では授業研究の視点から教師教育を考えるとどのような意義が見出してくるのか、今まであまりこういう研究が指摘がなかったんですよね。まあ当たり前すぎるっていうことですね。そうそうそう、なんかやるのが当たり前でなぜやるのか、教師教育でどういう意味があるのかということがあまり問われてないなという問題意識を私たち持ってですね、以下、このような本を編纂して2021年に出る予定です。Lesson Studied Based Teacher Education ということで、The Potential of the Japanese Approach in the Global Setting という副題になっています。パート1では、まず授業研究とは何かということで、語っていただいたんですけれど、これは第1回のセミナーとして11月に、私が発表を、話題を提供した回になります。そして今日は主にこのパート2に当たるものですね。Lesson Study Based Teacher Education in Japan ということで、その中でも今日はここにあるインサービスにフォーカスを当てることになります。今示しているシリーズなんですけれども、今日は学校内外にフォーカスするんですが、後にもいろんなものが設けられているので、ぜひ、ご関心寄せていただければなと思います。今日、授業研究を軸にした教師教育を変革するシリーズ3ではですね、現職教員の専門性開発の視点に基づいて会を進めてまいりたいと思います。まずは学校内の授業研究を語るというところの話題提供者として、お二人、岩田先生と浜本先生。そして学校外の授業研究を語るということで、三好先生と小松さんをお招きしております。そして、まずは、ここの話題提供者間で、意見交換、そして話し合いを共有した上で、皆さんとの、話し合いに、こうやって順番として移りたいと思います。それでは早速、初めての発表、話題提供に移りたいと思います。岩田先生、山本先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。広島大学の岩田と、明和大学の浜本です。今日は二人でですね、簡単に10分弱なんですけども、話題提供をさせていただきたいと思います。それではですね、早速私の方からですね、現職教育の学校内のですね、まあ、授業研究のお話をさせていただきたいんですけど、まず皆さんとって、授業研究のイメージってどういうものでしょうか。まあ、例えばですね、こういうふうな場面があると思うんですよね。で、いかがですかね。私がですね、初めて大学教員になった15年前、沖縄の琉球大学だったんですけども、私が持ってた最初のイメージはですね、こういうですね、事業者が前に立ってですね、あと、司会者がいて、で、指導助言者も一緒に座って、で、大体こう、本の字とか炉の字になってですね、こう、事業者がその事業を終わった後に振り返りをして、その後、質疑応答っていうのをイメージすると思うんですよね。で、私もやっぱりそういうイメージがありまして、で、私の関わりとしては、なかなかその事業研究の中で、どこを中心に私はその学校現場の先生方を支援できるのかなっていったときに、学
先生方に求められるのは、当日の授業研究授業の様子を観察し、その後の協議会での振り返りで、残り10分か15分ですよね。そこでコメントをしてくださいっていう役割っていうところが中心でした。で、まあ、その中で私がすごく葛藤とジレンマだったのが、果たして私のその10分、15分の話がですね、どれぐらいその先生方の授業改善に貢献できるのかっていうのが、すごく最初、琉球大学の2年とかですね、広島大学に戻ってきてからもずっと考えていました。で、まあそういうことを考えていきますと、大きく私がですね、まあ先ほどもありました通り、私教師教育者の研究もしてますので、教師教育者の中でも、授業研究に関わる中での指導助言者ですね。そして、まあ大きく、まあエピソードが4つぐらい今までこの15年間あるんじゃないかなっていうことをまとめさせていただきました。で、エピソード1とエピソード2はですね、まさしく初めて、琉球大学に行って、指導助言っていう経験をさせていただいたのは、琉大の付属学校だったんですよね。1年の中でもそれは1回ぐらいしかありません。基本的には、教育実習の訪問指導とかですね、あるいは、これはたまたま公立の小学校の先生に、沖縄海が地の利としてありますので、水辺活動で、まあ、水泳と孤独、ミックスしたような教材を作りたいということで、教材開発を支援したりとかですね。だから、法改憲のような指導助言者という経験、本当に年に1回あればいいぐらいでした。で、その後、広島大学に運よくですね、戻ってきまして、結構学校現場に呼ばれるのかなと思いきやですね、最初の2、3年は全く、学校現場には呼ばれなくてですね、まあ、私のアイデンティティとしては、教師教育者ですので、まあ、現職教育の中にこうどうやったらこう貢献できるのかっていうところの葛藤とジレンマがすごくありました。エピソード1エピソード2はまさしくそういう、まあ、初任の、まあ、大学教員であり教師教育者としてはそういうふうな葛藤がありました。で、エピソード3になりますと事業研究にですね、いよいよこう関与できるようなチャンスが到来して、特にある X 市のですね、体力向上推進校の支援をするっていうところで、チャンスを得たんですけども、その時にでも、私の役割としてはですね、その限界性に気づくんですね。やはりこう、せっかくチャンスが来ても、やっぱ10分か15分ぐらいのお話しかできないっていう中で、どうやったらこう自分の役割っていうのをもう少しこう拡張させていって、こう、支援できるのかなっていうですね、そう考えてきました。で、その大きなきっかけがですね、実は、まあ、ある、市のですね、高校の保健体育の授業、校内研修だったんですけども、その時にたまたま当時ですね、今もう大学の先生してるんですけども、その時に大学院生だった M 君がですね、まあ、こういうふうな、当時の私がやってたですね、様子をですね、振り返ってスライドを一応作っていただきました。2枚ほどですね。で、この、まあ、少し読みますと、まあ、研究授業の参観が終わりですね、まあ、ある授業を見たんですけども、その参加者全員で、協議会を行うことになってたんですが、参加した、学生というのは、私が連れていた院生とか学生だったんですけど、学びのためにですね、先生方とこうグループで意見交換を楽しみにしてたんですよね。で、いよいよこう、私が指導助言の番が来たんですけども、その時ですね、まあ、あるベテランの先生がですね、これですね、もう早く終わって帰ろうやと。これから私が話ししようっていう段階でいきなりもう早く終わって帰ろうと言われまして、私としても、ああ、言われてしまったなと。こういう、その後になんて指導助言すればいいんだろうってですね、そういう葛藤も抱えたのを思い出しました。で、その様子を見てた、その大学院生 M 君はですね、こう、まあ先生たち、学校現場の先生たちにとって、体育の授業をこう改善して考えていくっていうのは、実はこう、手間なのかもしれないとかですね。で、戸惑ったって言ってますし、またその中の、早く帰ろうやって言ったさっきの発言の中に、同調する先生もいたっていうのをですね、感じ取ってまして、まあ、その時に感じたのは、改めて考えると、こう、悪気なくこう大学生と同じような感覚っていうのを、現職の先生方も持ってるんじゃないかっていうところを、こういうふうにですね、まとめてくれました。で、その中で、まあ、私は指導助言の先生はですね、私はあらかじめですね、準備してた内容で、一応まあ指導助言させてもらったんですけども、まあものすごく苦悩したのをですね、昨日のように覚えています。で、そういった中で、まあ次第にですね、指導助言する場も増えてきて、
て、どうにかですね、ここですね、どうやったら自分がこの授業研究の中で、教師教育者として先生方に寄り添いながら支援できるんだろうっていうのをずっとこう問いかけてまして、で、でもなかなかそのジレンマとか葛藤で、たった10分で爆発的に素晴らしいコメントとかできないなっていうことで、どうすればいいんだろうってことですね。いろんな葛藤とかジレンマとかこのダブルワインドってところで悩んでました。で、それをなんとか打開するような方法ですね。ないかなってことで考えたのが、まあ、あるきっかけ、ある学校のきっかけで、まあ、先生方が結構司会、教育課で司会するのが大変だっていうことをぼやいてたので、あ、じゃあ私が司会とかファシリテートしましょうかっていうところで、私の役割自体をその10分とか15分の役割だけじゃない役割に拡張させる手段を探してて、でその時に、あ、校内研修のスタイル自体もこの丸1に書いてます。伝達型の研修の伝統的な質疑応答じゃなくて、一方向的な形態からなんとかグループワークとかワークショップ型っていう丸2や丸3っていうところに、なんとか自分の役割をですね、拡張させながら、あるいは混合系もしながらですね、先生方とこう学びが深めれないのかなっていうのが、やっぱり大きな私の、転機の一つでした。で、もちろん公開研究授業をしてですね、その後の授業検討会って A っていうタイプももちろんあるんですけども、まあ、体育授業はですね、まあ、実技っていうのもありますので、実技研修やって私の講話だったり、実際に先生方と一緒に模擬授業をして、その後グループ、教育化をして講話をしたりとかですね。なるべく私の講話で90分終わるんじゃなくて、いろんなですね、形態を取りながら、校内研修のスタイルっていうのを工夫してきました。で、そういった多様なですね、指導助言の経験を、まあ、7、8年こう積む中で、自分の役割がだんだんこう拡張してきた中で、思いついたのがですね、このクールスっていう、短期集中型の校内研修だったんですね。これはたまたまですね、ある小学校の校内研修に呼ばれて、で、一応その夜にですね、懇親会があったんですよね。私はこの懇親会はある意味インフォーマルなレッスンスタディだと思ってまして、結構その辺も大切じゃないかなと思ってるんですけど、そこでもし岩田先生に明日ですね、今日見てもらったんですが、明日今日言われたことを踏まえて、もう一度見ていただけたら大変嬉しいんですけどねって言われたのがきっかけで、あ、そうかと。その打ち上げ花火的に一日だけ授業研究するんじゃなくて、本当はその日にこう気づいた点を踏まえて、次の日も、しっかりとこう観察して、いろんな振り返り、リフレクションをしてあげるっていうのが、結構いいのかもしれないなっていうところで、ここの図にあります通り、このサイクルを1サイクル回すだけじゃなくて、こう2日とか3日とか連続して、校内研修っていうことが可能性としてできないのかなっていうところで、着手したのがスタートです。で、まあ通常ですね、ここにクールスの挑戦ということで少しまとめてるんですが、まあ、授業研究で1年で1回ほどですね、経験することしかできないようなところをですね、教師らの成長というのがなかなか見取ることができないので、短期集中型のクールスっていうのですね、まずはベテランの先生1名に対して、校長先生に頼まれて、校内研に行ったんですけども、まあ、せっかく岩先生来られるんでしたら、ぜひとも初任の2人の先生の授業を見てくださいませんかということで、まとめてその小学校の3人の先生方の授業ですね、朝からずっと授業を見ては振り返りして、授業を見ては振り返りて、まあ、1時間目から6時間目まで私、ずっと朝から校内研修にいたんですけども、で、それをこう、2日間とか3日間やることによって、こう連続した授業の中のですね、単元の中の、まあ、中盤から後半を見ることによって、事業改善を試みるっていった成果をですね、一応こういうふうにまとめたのを、一応先ほど冒頭で、キム先生がご紹介していただきました、レッスン・スタディ・ベースト・ティーチャー・エデュケーションの本の一部にですね、まとめております。以上が、私の話題提供としてのお話になります。簡単ですけど、すいません。はい、ありがとうございます。その具体的な話は、もう後ほど浜本先生からということでよろしいんですよね。はい。はい、ありがとうございました。何を感じられましたか？そうですね。まあなんか、最初に率直に思ったのは、やっぱり私も指導助言の、いつも5分、10分与えられて、あそこで
いつも何とかしてこう爆発的なコメントができないかなと試行錯誤するんですけど、爆発的じゃないといけないですね。やっぱりあのインパクトがないと、インパクト、はい、と思ってやってきたんですけど、うん、やっぱりすごく限界があるっていうのと、もうなんか先生方のあの終わった感がすごい漂ってる中で、なかなかそのリフレクションを任すっていうのが難しいなっていうのはすごくあの思ってました。で、やっぱりあの、岩田先生の、まあ、その中で2点感じたんですけど、やっぱその、なんか問題点は感じつつも、まあ、私自身もまだこう、もがいてやってる中で、やっぱりこう、先ほどのインフォーマルな授業研究っていう話もありましたけども、うん、やっぱりこう、長期間、岩田先生はこう、入られることで、ここも多分すごく教師教育者によって、やっぱりこうスタンス違うと思うんですよね。長期間同じところに入るっていうタイプと、やっぱりそうではなくっていろんな学校を回るっていうことに重要性を感じていらっしゃる先生方も多分たくさんあると思うんですけども、まあ、岩田先生はそこでやっぱり人間関係作っていくからこそ割と構造的な転換ですよね。やっぱあの私、まあ、岩田先生もそうだったと思うんですけど、多分1回行っただけでいきなりなんか次の回で、いや、なんか実は辞めたいんですけどとか、あの司会したいんですけどとか、多分絶対できないと思うんですけど、やっぱりそこをこう、あの人間関係作っていって、こう構造的に変革しながら、まあ、先生方とこう、関係をさらにまたこう深めていったっていうプロセスはすごく面白いなと思いました。そしてあの、さっきのインフォーマルレッスンストーリー、とても面白く聞かせていただいたんですけれども、やはり本音がその場で出るんですよね。これは個人的にぜひ、まさしくあの、おっしゃる通りで、うん、そこで、ちょっと私ショックだったのは、やっぱり、酔っ払った人で言ってたと思うんですけど、酔っ払った人で言ってましたね。誰が酔っ払ったんですか？先生が酔っ払ったんですか？それ。いや、私じゃなくて、やっぱりあの、大学の先生の話難しくてちょっとわからないんですよね、理由なんですよ。やっぱそこがすごくショックで、何のためにじゃあ、助言するんだろうって思った時に、やっぱり学校現場の実践地にこう落とし込んだ言葉を使えないと、いくら理論に一応バッて言っても、やっぱりなかなかそこをつなげれないんだなって思うので、私も反省させられたんですね。そういうのってやっぱりオフィシャルな、フォーマルな場では言わないじゃないですか、やっぱり日本に。なので、まあ、そういうのもきちんとこう、そういう声も拾っていくっていうのが、まあ、インフォーマルな良さかなって感じてます。はい。なるほど。そしてあのさっきのインフォーマルの話ともちょっとつながるんですけれども、やっぱり教師教育者のディスポジションというか、性格とも言えるかもしれないですけれどもね、やはり現場の先生とどういう関わり方をすれば、その懇親会でもそういう話をしてくださるようになるのか、その雰囲気作りといいますかね、私にはそれがちゃんとできているかということをちょっと反省しながら、さっきの先生の話を聞かせていただきました。ありがとうございます。それでは、学校外に、目を回してみましょうか。ということで、三好先生と小松さん、よろしくお願いいたします。広島大学の三好です。小松さんと一緒に、させていただきます。特にですね、今回の資料、写真の方はですね、理科教育を中心にまとめてきたところですので、必要、社会科教育の動向、小松さんの方から、お話を適宜していただきたいというふうに思っています。先ほどの岩田先生のご発表にもありましたけれども、教師教育のイメージ、どんなものだろうか、そして学校外で、教師教育、授業研究に参加するってどういうことだろうということで、学校の勤務校の自分の授業というそこの枠組みを離れたところでどんなことができ行われているのか、そこのところについて、情報提供というか、認識を共有するというところをさせていただきたいというふうに考えています。先ほどのご発表にもありましたけれども、各地域には地域の教育研究部会があるものと思います。今回ご参加されている先生の中にもですね、その中で実際に研究授業をされたり、それから事務局をされたりしておられる先生方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。これは広島県の事例なんですけれども、おおよそ、こういう県の研究会などが目指すところというのは、学習指導要領で目指されている内容をどのように、実際に実現していくのかと
そういったところが主題として、そして、広島県の場合ですと地域を、4つか5つぐらいに分かれてですね、こう順繰り順繰りに、当番制で、研究を進めて、いっています。でその中で、理科は1分野と2分野ありますので、授業公開も2校が担当してですね、その中で、この年ですと主体的対話的に学ぶということのキーワードをそれぞれの科目の中の内容とですね重ね合わせながら授業研究が行われたというところです。隣の写真見ていただくと、本当に、授業を公開をしているところのイメージ、子どもたちが学んでいるというその姿を先生方が見とると、それからどのような情報提示や、授業構成をされているのかというところから学ぶと、そのようなところがあるのではないかなというふうに思います。さらにこれに加えてですね、広島県の方では分科会ということで、研究報告、授業だけではなくてですね、実験観察の具体的な教材ですとか、学習評価の仕方ですとか、それぞれの地域でですね、研究テーマに取り組んで、その成果を発表するということが行われています。それらを合わせてですね、県教育委員会の指導主事が公表を行い、また記念講演ということで大学の教員が話をするという機会が持たれています。その様子をですね、実際に行ってみたところですね、このような形です。左側にある写真というのはですね、公開授業の研究会、授業研究の方ですね、反省会の方の写真です。少し見にくいですけれども、横にですね、何人かずらっと並んでいる先生たちが、来賓の大学の教員をはじめ、指導主事をはじめという先生方が横に並んでおられて、前に、司会、授業実施者、それから、司会進行記録の先生、が並んでいるという形になります。それを参加した先生は受けるという形になっているということで、やはりこのような姿を見ると先生たちの授業研究で出されたものを一方的に発信するものを受け止めるというようなスタイル、そしてそれを監督するような雰囲気があるというところなのかなというふうに思います。非常にですね、フォーマルな雰囲気の中で、教育が、教師教育というか授業研究が行われている様子が見て取れるものと思います。このような中でですね、自分のその学びに、授業改善に向けるモチベーションをどのように高めていくのか、そのようなところというのが先ほどの話とも重なってですね、課題になってくるのかなというふうに感じるところです。このように今学校現場という形を基盤にしてお話をしたんですけれども、それ以外に日本ではですね、サークルという形で授業研究に取り組んでいるということも行われていると言えると思います。その成果、様々な団体がありますので、特定のっていうわけではないんですが、一つ取り上げるとすれば、理科教室と言われる雑誌を発行する科学教育協議会は1958年から活動を進めて、このテキストの9月号の方にも特集でありますが、自然科学教育とは何かということで、学習指導要領もそうですけれども、それに対して自然科学を教えるということがどういうことなのかということを先生の中でですね、追求する中で今日に至るという取り組みがあります。その中でこの雑誌の中の紙面を見ますとですね、実践記録であったりですとか、授業研究ということで、単元計画どのように授業していったのか、それから子どもがその授業で投げかけをしてどのように反応したのか、それがですね逐次、載っているという形のもので、その市場で授業研究をするということが情報が共有されるという機会があるというところは特徴的かと思います。このような取り組みの背景としては、やはりですね、日本の中でもどのように授業をすると、一斉の授業をするということを伝えていくのか、共有していくのか、その伝統の中で、例えば、付属、各高等師範学校の付属小学校では、このようにですね、大正の初期、明治の終わり、大正の初期からですね、雑誌を発行し、その中の記録にですね、やはり、
先生たちがどういう議論をしてですね、その授業を見取って、どんな指導があってっていうことが全て逐一載っている記録があるわけですね。ですので、こういうふうなその授業の内容だけではなく、その後の研究協議の場もですね、記録として残し共有するという文化が日本の中には根付いている。その上に、このような活動があるんであろうというふうに考えるところです。理科というのは先ほどのですね、ソニーのところで事例もお示ししましたけれども、やはりですね、教材というところに、非常にですね、考えていくというところ、重きを置いているので、その中で、先生たちが、どんなふうに、その中でモチベーションを上げるのか、自分はやはり学びたい、知りたいと、どんだけ、日々のですね、授業がしんどくって、もうここに行くと、面白いことが見つかって、みんなとワイワイ言う中で愚痴も聞いてもらいながら、楽しめると、そういう中で、サークルというのは続いてきている様子というのがですね、よくわかるなというふうに、感じました。お父さんまた遊んでるよっていうふうに子供が言ってますけど、先生たちが集まってですね、議論しているうちにやはり、ものをいろいろに引っ張り出してきて、ああでもない、こうでもない、その試行錯誤の時間が取れると。その中で、授業に生きるものを見つけていくということが、あるんであろうというふうに思います。また、現場の先生だけではなくてですね、大学の教員が入って、このようなサークルを運営するという場合もあります。そのような場合にはですね、例えば海外の教材などもですね、用いながら、より良い先進的な取り組みどうしていくのか、ということを研究し、その成果はこのようにですね、これはイギリスの、アドバンシング物理ということで、後期中等教育段階ですね、のテキストなんですけれども、このような形で訳本を出してですね、その成果というのは、先ほどの実験のテキストもそうなんですけれども、サークルを超えてですね、全国に共有される形になっているというところも一つ、あるのかなと、こういうふうに思います。で、先ほども言いましたけれども、授業の教員研修としてですね、どんなスタイルがいいのかなというところ、ですね、これは、先ほど岩田先生が、まとめておられましたので、そこが、一つあるなと思ったんですが、実際にですね、国際バカロレアの、サーティフィケートを取るための研修などに行くとですね、自分が一番初めに困っているところはどこなのかというのを、表出させて、それが、3日間の研修の中で、だんだんとですね、この、ワークショップって書いてある緑のところは一番初めに困っているの知らないところは何ですかっていうのが書いてあって、それがだんだん自信が持てるようになったよってなったら、こう、張り替えていきなさいっていうようなこと。を繰り返すようにですね、本人の問題意識を表出させて、そこと結びつけながら教員研修をしていくということ、それからですね、何かしら正しいというものがあるわけではなくて、情報を共有しながらそこの中で試行錯誤する、何かしらもやもやしながら、けれども試行錯誤していく、そういうところが実際受けてみた感想でした。何かしらのこう答えがあるというわけではなくて、どれもその人なりの正しさがあるというところを受け止めながらという研修の機会というのは非常に先ほどの県のようなタイプのからいくとですね、違うスタイルだなというふうに感じたところです。で、一点、自分の、経験を振り返りますとですね、授業を研究するということについてですね、どこで身につけていくんだろうと、こういうところも疑問に思ったところです。自分が初めて教員になって、たまたま付属学校で教員をさせていただく機会があったんですけれども、その中で公開研究会で授業をするという経験をしました。で、その中で授業を研究するっていうことがどういうことだろうということも何も分からず、実際に進めていったようなところです。このようなことを振り返ったときにですね、周りの先生方のこれまでの取り組みを見るとかですね、そのような中で学ばせていただいたこと多いですし、授業を作っていく過程で先輩の先生に相談しながらですね、授業作りについて学ばせていただいたというふうに思います。ですけれども、
大学に戻ってまいりまして、このような授業研究をですね、テーマにした授業ということも開講するにあってはですね、もう一方で、その授業を支える理論というところをこううまく融合させながら、日々の授業改善に生きるようにですね、授業を進め、研究を進めていくというような、その仕組みということを、学部段階でも、大学院段階でも、経験をするということが必要なんであろうというふうに県の研究会などにですね、卒業していった学生の姿を見ながらそこも感じたところであります、はい、ということで一通りこちらの準備させていただいたものというのはおおよそこの辺りなんですけれどもすみません社会科の話をじゃあまた振っていただくということではいはい、ありがとうございました。学校の外で、いろんな種類と言ってもいいんで、パターンの、授業研究の機会が設けられていることを、理科教育を事例として、話していただいたと思います。加藤先生、どういうことを、感じられたんでしょうか。これは、この本を書きながらも思ってたんですけども、教科別の授業研究ってすごい多いんですけど、意外と教科間でどういうことをしてるのかっていうのって、交流はまるでないんですよ ね, ですねで例えば社会科でその教材、社会科も教材開発ってすごく重要なんですけど意味が結構違う、うん、なんか教材の意味が違うっていう感じですね、うん、なのでなんかそのあたりはすごくまず教科にの違いとかは感じました、うん、国語科はやっぱりサークルがすごく多くって、うん、なんか地域のサークルもあるしなんか文学作品別のなんかこのサークルとかもあったりしてすごくそのサークル活動が盛んだっていうのもその時にこう一緒に議論しながらのしていったという、まあ、そういう教科別のところというのが一つあるかなと感じた点です、うん、であともう一個やっぱり感じたのは最後の方で宮先生言っていただいたようにこれ自体はいきなりその、大学教員になって関わるようになったわけではなくて、やっぱりこう学部とか、自分自身が例えば非常勤やった時も、私も教員として授業研究担当、研究授業したこともありますし、院生の時に、それこそ先生についていって、指導助言の仕方を学ぶというか、ただ、教えてはくれないんですよ。ただ見てもらうしかないんですけど。そうです。っていう機会になったんですけど、なんかそういう中でこう学んでいって、それしかも良し悪しもあるわけですよね。うん、なんかこう、帰りの車の中で院生同士で話しながら、いや、今日の先生のコメント良かったねとか、なんかもうちょっとこう言った方が良かったんじゃないかとか、なんかそういうことをこう検討していったっていうのが、そういう、こう、まさに学術的な言い方すると、制度的周辺参加になってくると思うんですけど、やはりそういった中で、やっぱりこう、授業研究に対する視点っていうのは、確かに身についていってたなっていうのは、私自身も考えたところでもありました。うんうんうん